アンドアルラちゃんが、アンドアルラちゃんがシュートじゃないね、するんや。アンドアルラちゃんがさ、少女じゃないってするんや。事務所の社長と結婚しないってするやつだよ。はい。ピョボダンっていう名前で、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者。庵野春菜がですね、失踪してるんですよ、今。ちなみに庵野春菜さんってみんな知ってる？結構さ、モノモースアイドルみたいな感じ、微妙な立ち位置なんだけど、レトロゲームアイドルみたいな、ちょっとファミ通寄りのさ、知ってます？眉毛が太くて、足がこう、長くてさ、僕も何度かね、お会いしたことあるんですけど、それでですね、その庵野春菜の事務所があって、その事務所の社長と、まあ、できてたっていう話なんですよ。僕はそこは別にいいんですよ。だけど、庵野春菜っていうやつはですね、処女、私は処女ですっていう処女アイドルですよっていうのをすごく大々的に推しててですね、それでこの裏切り、3年前にすでに結婚してました。いやー、だから許せないんじゃん。この詐欺って、これ詐欺だ。事務所の社長がさ、急に僕のことを、このさ、事件が起こってから、フレンド申請してきたみたいな、全く面識ないのに、何これ。ちょっと見せようかなと思って。この庵野春菜ファンの方々、会社関係者の皆様へ。で、なんか多大なご迷惑をおかけしましたって言って、ほら、土下座の写真を自分で撮ってるんですけど、この庵野春菜事務所で。私たちはね、結婚してたんですけど、なんか数日前、3ヶ月前からもう連絡が取れない。つまり不倫をしていてですね。で、逃げたっていう。もしこの相手が僕だったらどう思う？庵野春菜さんと逃げたの相手が実は僕でしたって言ったらどう思う？あ、じゃあ、庵野さんちょっと、来ます？あ、今出ちゃまずいっすよね。もうヤフーとくとかして。どうします？嘘ー、いるわけないじゃん。いるわけないじゃん。いない空中に向かって僕が喋ってた。ドキドキした？みんなドキドキしました？今の。ドキドキした？ドキドキさせてやったんだよ。それで、このさ、庵野春菜さんと私は結婚してましたって言って、仕事も放棄してね、今逃げてて連絡がつかない状態です。申し訳ありませんでしたっていうところをね、あるじゃん、Facebook にやったの。そしたらね、そこにですね、ファンのコメントがもうね、熱いのなんのって。例えばですね、少なくともお金を脅してきた人たちは被害者で腹立ってるんですよ。こっちはもう白状してもらわないと気が済まない。詐欺られたらそうでしょ？それとも小林さん、DVD やカード、その他を通してきた分のお金をこちらが返品すれば全額返してくれるんですかね？って言ってる。処女だの、独身だのというアイドル像、あなたらが捏造して物を売ってきた詐欺た分を、ファンたちに。こっちは笑い事では終わらないですよ。追っかけてたファンがあまりに無様でかわいそうっしょ？笑ってたんですよね。あなた方は、本当は二人は夫婦なのにね、オタクってちょろいなぁと、腹立ちますよね。あなたにこの気持ちがわかるんですか？すべてを晒して謝罪しろ。これはいい読み物ですよ。でもさ、本当にそう思うよね。なんかそれで、ちょっとだけもう晒したことには、もう不倫をしてるんだってさ。で、その旦那さんの、親に、庵野春菜さんが、私は不倫を2回もしています。で、別れたいみたいなことを言って、それから失踪したらしいんですよ。失踪した、そのね、時系列と同じタイミングでですね、大変なことが起こってるんですよ。あのさ、ミスタースプラッシュ非売品バージョンっていうのをですね、庵野春菜さんの事務所のアカウントから、僕のね、この世界に3つしかない、ミスタースプラッシュっていう、同人ソフトのね、特別ぴょこたんうんこバージョンをですね、ヤフオクに出品しやがったんですよ、庵野春菜は。僕たちの思い出の品じゃん、これって。世の中に3つしかないさ。しかも10万円で落札されてんだぞ、10万円。これがどんだけガチなの？ね、庵野さん、世界に3つしかないし、これ出品者、東京エグコアっていうさ、東京エグコアっていうあなたの事務所じゃないですか。事務所のアカウント使って、なんで僕のこのソフトをさ、僕たちの思い出のソフト。ほら、見てください。ぴょこたんうんこバージョン。説明。アイテムがうんこになっており、ぴょこたんうんこバージョン世界に一つのカセット。カセット裏にはぴょこたんさんのイラストサインがあります。なんでこれを10万円で手放すんだよ。これ完全に逃走資金じゃん、不倫の。僕のね、このね、思いをね、なんで逃走資金。とんでもねえクズだよ、本当に。怒ってんだよ、だから僕も言ってみりゃ。
で、庵野春菜さんは庵野春菜さんで、こういう言い訳をしてます。急にね、この、私たちは結婚してますっていう報道があった途端に、今までずっと段取りを決め込んでた庵野春菜さんが Facebook でね、ほら、一応僕友達だから、友達になってるからね、結婚の記事に関しまして、レッグコアの代表取締社長より結婚の記事が、しかし、現況と相違する部分が多く、この件につきましては、後ほど報告いたします、だって。これは庵野さんの本人の逃げてる逃走中の現場から報告したもの。で、こっちが庵野さんの事務所の社長で、夫で、で、この人もやっぱりね、ちょっと精神がいかれてるみたいで、その倉持ゆかさんと、一時期、事務所を脱退する前に庵野春菜さんと、二股をかけてた疑惑があるんですよ。これはまあ、真実かどうかわかんないよ。僕もね、この、野次馬根性でやってますからわかんないけど、それが庵野春菜さんの心をかなり傷つけてることになってるから、私は今不倫されても庵野春菜さんを責めませんみたいなことまで書いてるわけ。で、そのさ、このカミングアウトの前にね、1月1日にね、意味深なね、投稿があるんですよ。これです。1月1日。今まで女性としか交際したことがなかったけれど、たまに自分はゲイ気質があるのではないだろうかと真剣に思うことがあります。体に興味があるのではなく、心的な部分で、おかしいのかなって言って、自分の写真をなんかこう、3枚ね、こういうふうに、こういう写真を上げてる。この人がその旦那さんらしいんですけど、急に1月1日のね、5時にさ、これを上げてるわけ。で、皆さん、驚きの報告があります。この1月1日の報告と、ほぼ同時間帯にですね、この庵野春菜が、逃亡した事務所に、あのパーティクルデブこと、ジャンクハンター吉田が、所属しますってね、報告をしたんだよ。なんなのこれ。時を同じくしてですね、ジャンクハンター吉田がこのエッグコアに、所属してんですよ。俺はゲイかもしれないって社長が急に言い出した、その同じタイミングで、私は、なんかこれからね、エッグコアにね、所属して活動しようと思いますって、ジャンクハンター吉田。どういうことこれ。これエッグコアっていうね。もう庵野春菜さんいないのにこうやってさ、いっぱいバリバリ押してるじゃん。問い詰めろ。電話しろ。電話する？出るかな？でも。今こういうちょっとピリピリした時期だからさ、余計なこと口走ったらダメだと思うけど。はい。あ、出た。あ、もしもし？はいはい。あ、どうも。今年もなんかよろしくお願いします、吉田さん。何今更ながら。え？どうしたの？それちょっと聞きたいことがあるんですよ。はいはい、吉田さんさ、なんかさ、エッグコアっていう事務所に急に所属したって言い出したじゃないですか。あー、あのエッグコアね。え、あれ、なんで急に、あれ、いつから所属してんですか？去年の年末だよ。去年の年末。そのね、怪しい話があるんですよ。時を同じくして、うん、あの社長が庵野春菜の旦那でした、3年前から旦那でしたっていう話があったじゃん。あー、あるあるある。うん、あれって、もともと吉田さんずっとしてたんですか？いや、知らなかったんだよ。あのね、所属するちょっと前にこの話を聞いて、はい、俺もびっくりして、でもあの二人はなかなかした関係あるなと思ってたけど、だってもう俺、庵野春菜が18になりたての頃からずっと付き合いしてたから、はい、あの事務所と、代表の小林と庵野春菜だとか。ですよね。あの俺は別にそんな、まあ、驚きはなかったんだけど、あの一番驚いたのは、庵野春菜が二人の男と不倫してるっていう方が俺は驚いたわけ。あ、二人の男と不倫してる。そう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 。え？そっちにびっくりした。それ相手誰なんですか？相手は、俺は知らないけども、なんかね、代表の小林は、なんか心当たりがあるとか言ってた。あ、心当たりがあると。うん。いや、これ、なんで吉田さん、よりによってこんな事務所に所属したんですか？面白いじゃない。いや、え？この事実を知ってから？え、何？この事実を知ってから所属しようと思ったんですか？そうだよ。はぁ、あ、バカじゃないの？なんで楽しいじゃない。で、そのさ、吉田さんが所属した直後にさ、うん、その代表の小林がさ、なんか俺は心の中ではゲイの気持ちがあるんだっていうさ、Facebook でさ、なんかこうほっぺに手を当ててさ、にっこりしてる。完全にイカれちゃってんじゃん、あの人。あの、Facebook で写真載っけてる。はいはい。うん、それってなんで？なんでああなっちゃったんですか？いやー、でも、いや、代表の小林は、ちょっとね、心が壊れてますよ。あ、今ちょっとやっぱりいろんなことが起こりすぎて。いや、だって、もしさ、こんなんでさ、だって、あれだよ、代
人の男性と不倫してましたとか、そうですよね。そんなこと言うんだよ。まず、社会人として、人間としてちょっとずれてるじゃない、そんなこと言うなんて。いや、でも待って待って。そこは親がびっくりしちゃって、もう、この中に参っちゃってる。多分ですけど、僕はそれは分かるんですよ。アーノさんはとにかく別れたいんですよ。もうこのダメ男。まあ、吉田さんは小林側かもしれないね。だってさ、所属するぐらいですから。だけど、客観的に見ると、やっぱりダメ男なんだよ。こんなことを公開してしまって、アンノ・ハルナというさ、商売道具をさ、もうどん底に叩き落としたわけじゃん。処女って言ってたやつがさ、クソビッチだったってことが判明したわけなんですよ。まあ、渡辺浩二にもそれは責任があるけどな。渡辺浩二のあの対談もなんだよあれ、あ全部茶番じゃねえかよ。あれは責任あるだろう。もう当然あれはちょっと渡辺さんにも糾弾しなきゃいけないと思いますよ。あれ渡辺さんも知っててやったんですか。いや当然知ってる。クソ野郎。いやじゃあこれからどうするつもりなの。こんなさ、だからつまり安野春菜さんのさ入れ替わりで吉田さんが入ったわけじゃん。まあ確かに。安野春菜ポジションをあなたは取ろうとしてるんじゃないのか、もしかすると。それはね、お前の脳内妄想だと思うけど、ちょっとね、俺はね、この問題に関してはね、はい、簡単に収めちゃいけないと思ってるから、今考えてるの、俺の方から、俺はほら、ニュートラルの立場じゃん。はい、全然ほら、安野にも小林にも俺は全く関わってないし、ただ、彼らとはほらね、売れる前から仲良かっただけだから。いや、待って、ニュートラルじゃねえじゃん、全然。思いっきり小林寄りじゃん。だって所属してんだから。僕の方がもっとニュートラルだよ。どっちに対してもよく知らないし。お前の場合だって、部外者じゃん。あ、今ちなみにニコ生やってるけど大丈夫ですよね。何それ。あー、ニコ生あんま別にいいよ。だからニコ生に乗ってる前提で話して、あんまり余計なことは言わないでほしいんですけど。あ、余計なこと言わない方がいいの。じゃあ言葉選んで喋るよ。はい。はい、まず、安野が逃げちゃってるからどうしようもなく、はい、安野がわけわかんなく、代理人立てて、代理人の弁護士とか、それで離婚の、手続きするとか言って、だってそれって別にさ、そんなに立てる必要ないのに、立てたりしてるって、もうね、まずやってることが知りで熱烈なのね。それでもさ、やっぱり妻であり、事務所の、うん、トップタレントなわけよ。それをこういう貶め方するのは僕はちょっと、まあもちろん両方絶対悪いんだよこれ。いや俺は両方悪いと思ってるよ。もちろん、うん、俺も小林にはちゃんとはっきり言ったよ。これはぶっちゃけ小林が甘やかしすぎたと思うよって。要は中学卒業して熊本から東京に連れてきたわけだよ。そうだから小林さんがもう中学生娘の段階で勝手に連れてきてさ、処女だって言いながらもさ手ごめにしてさ、僕としてはね羨ましいっていうよりも許せないんですよ、そうやって。俺、それは全く関心ないから、別に、その件に関してはどうでもいいんだけども、ただ、仕事をするというところ、それほら、一応さ、ほら、あんのも分泌業の仕事をしてるから、それは、俺が働いてるところのフィールドなわけだから、うん、それはちゃんと責任を取らしたいと思ってる。うん、別に、アイドルだから、アイドルは何、うんちしないし、処女だとかさ、そんなのどうでもいいんですよ、ぶっちゃけ。いや、ダメだね。処女だって自分で言ってさ、私は結婚したいからこれから合コンに行くとかさ、なんかさ、もっともらしいことを、あれはね、詐欺だよ。渡辺浩二さんと一緒に。渡辺浩二さんがしてたなら、ますます詐欺じゃねえかよ。茶番に付き合わされて、こっちの目にもなれよ。それにね、もう一個教えてほしいんですけど、エッグコアっていう、ヤフオクのね、アカウントで、僕が作ったね、ミスタースプラッシュうんこバージョンっていうのをね、勝手に出品してんですよ。誰がやったんだ、これ。僕が世の中に3個しかないミスタースプラッシュっていうゲームをね、安野春菜さんにサイン入りでね、どっか何か経由であげたの。あ、そうなんだ。その激レアのヤフオクに勝手に出して10万円儲けてんですよ。それはちょっとひどいんじゃないの？はい、僕の心をね、踏みにじられたんですよ、安野さんに。安野さんかどっちかに。まず、人からもらったものをさ、お金で売るっていうのは、それはちょっと人道的に反省。下道ですよ、下道。うん、全員の心を踏みにじいた。僕は処女アイドルとして信じてやってさ、交流してたのにさ、ツイッターでも、今度ね、一緒にミスタースプラッシュやりましょうって言って、あわよくば、その処女をね、狙ってね、ミスタースプラッシュという名の、まあいいや。まあじゃあ、やめます。ちょっとびっくりした。そう。だからそんだけ金にも困ってるし、いろいろね、ギリギリだったんですよ。うん。そんな事務所にこれから所属してどうするんですか、これ。でもね、これ、吉田さんチャンスだよね、ある意味。
あのポジションがすっぽり空いてるわけですから。うん。じゃあ僕も所属しようかな、エッグコア。所属する？エッグコアじゃあ。所属したらどうなるんですか？所属するって言ったらできるようなもんなんですか？いや、ちょっと待って。いや、これ、でも僕、あんま所属とかね、正直ね、好きじゃないんですよ。自由度がそがれるから、その、発言にさ、責任がかかるじゃん。そりゃそうだよ。だから、言葉選ばなくなる。でも、所属したらどうなるの？お金もらえないんですか？絶対もらえないでしょ？仕事した分の具合はもらえるよ。じゃあ、パーセンテージ取られるわけでしょ、向こうに。当たり前じゃん。クソだな。ただ、確かに吉田さんの言うように、面白いと言えば面白いですよ、所属。うん。うん。いや、でもやっぱやめときます。あ、じゃあ、わかりました。吉田さん、ありがとうございます。あ、でも、俺のさ、あの、本音の見解言わせてもらっていいかな、じゃあ。はい、じゃあ、最後にしてください。まず、安野春菜とは、まあ、ね、8年ぐらい友達だったけども、はい。多分もう、彼女はこっちの評価に戻れないね。うわぁ。あの、これは間違いない。彼女には異境地がないから、ちょっと人を裏切ってきたんです。うん、あの、事務所だけじゃなく。ちょっと待った。この放送、渡辺浩二さんが監視してる。やばい。渡辺浩二さん、嘘ですよ、僕。浩二さん、じゃあ、わかった。吉田さん、切るわ。何ビビってんだよ。いや、違う違う。僕、渡辺浩二派なんで。切る、切る。じゃあ、また今度遊びましょうね。近々。何ビビってんだよ。いいから、いいから。じゃあ、お疲れ様です。わかった。ありがとうございました。はい、はい、はい。いや、だって僕さ、大竹誠のただいま PC ランドの頃から、渡辺浩二さんの番組見てたし、ゲームの時間とかさ、やっぱりね、渡辺浩二さんがね、PC エンジンのゲームを紹介するとね、欲しくなるんだよ。どんだけクソゲー。僕、渡辺浩二さんの紹介でさ、プリンス・オブ・ペルシャ、あとね、メソポタミアっていうさ、バネが動くやつとかさ、すげえ面白そうと思って買ってさ、全部クソゲーでしたから、捕まされて。で、渡辺浩二さんのね、ゲームラボで連載してた時のカットもちゃんと僕書いてるし、浩二さん、渡辺さん、手のひら返しじゃない、手のひら返しじゃない。だから渡辺浩二さんって、じゃあ、今から皆さんに見せるよ。あのね、ひどいね。あれがもし渡辺さんが知っててやってたんだったら僕は許せません。ただ知らなかったでしょう、絶対。処女アイドル、庵野春菜のやりこん参加を全力で阻止しようとする小説家渡辺浩二っていうね、トゥギャッターがあるんですよ。これを見て僕はね、庵野さんのファンになりましたし、渡辺浩二さんってほんと気持ち悪いなっていうふうにね、渡辺浩二さんのファンにもなりましたから、これ、渡辺浩二。庵野春菜さんという処女ゲーマーアイドルがセックスをしようとしているので、私は止めようと思います。まだ2回しか会ったことない人にこんなこと言うのもなんですが。で、そしたら庵野春菜は結婚しますって。これがですね、2014年、もうとっくに結婚してさ、とっくに結婚してもう2年経ってる時にこういうことを言い出すんですよ。それで結婚します。というのは結婚したいと思い立ったという意味でございます。ただし本気です。だってさ。ゲームはずっとやっていたいけど、それだけで自分の時間のほとんどを費やして異性と付き合う機会を逃すというのはやっぱり違うということに気づきました。は？おめえな、結婚して2年経ってこういうこと言ってんじゃねえぞ。相手が今いるわけではないです。はい、嘘。ただ見つけます。はい、嘘。アイドル業界には合コンなどの誘いがとても多い世界。これから出てみようかと。これからは男女交際もしっかりやっていこうと思ってるってことです。はい、嘘。怖いよ。本当にアイドルって怖いね。あ、ちょっとでも、僕アイドルは好きですから、基本的に。こういう裏があるのも知ってるけど、それをもう発言しちゃったら、その言葉には責任を持てって言いたい。一生隠し通せ。そしたら渡辺浩二さんが真っ赤になって反応してさ、結婚しなくてもいいよ、理由つってさ、レトロゲームだけでなく、精神を豊かにしてくれるものが満ち溢れ、どれにでも簡単に手を伸ばせるようになっています。人間関係だって言うと、すごいね、とにかく渡辺浩二さんは、庵野春菜をそういうね、結婚に向けて動かせたくない。ほら、孤独を紛らわせることを物質や肉体の世界に持ち込む必要はなくなってるんですね。だってさ。お久しぶりです、渡辺さん。結婚についてのご意見をありがとうございます。だって。私は15歳で九州から上京してきてずっとアイドルやってきました。でも今まで一度も異性とお付き合いしたことがない。皆様は結婚や恋愛についてどう考えておりますでしょうか。ほんと飛んだ茶番なんだよ、これはよ。え、つまりこれから渡辺浩二さん、男の人とお会いになるということですか？かわいそすぎだよ。これは渡辺浩二さんが知ってたのか知らないのか、それによって大きく考え方が変わるんですよ。これは向こう庵野側から仕組まれた渡辺浩二さんも含めたただの炎上マーケだったのか、いや
これが、その知らなかったんだったら僕は渡辺浩二さんの味方らしい、ただ単に面白いなっていうか、ほら、いや、セックスはしないでください。庵野春菜さんの大きな価値は、ゲームばっかりやっていて、少々のことなんだから、セックスは禁止です。もうこの時点で結婚して2年経ってます。事務所の社長と。そしてここ、心配した小林さん、庵野、このまさに旦那から電話がかかってきたそうだって。今、小林さんから聞きました。一言言わせてください。だけどさ、こういうのをさ、楽しく読んでた身になっても、やっぱり僕はね、裏切りだと思うんですよ。渡辺浩二さん。渡辺浩二さんのツイートをね、確認してから話を変える。庵野さんのことはマジで知らなかったよ。だって、僕に当てて、あ、本当ですか。じゃあ僕たちね、共に被害者っていうことでね、心は一つになりましたんで、ぜひ今度、一緒にね、ニコ生やってください。いや、こび出したぞじゃない。もともと僕は渡辺派なんだっつ。そして今回ね、庵野さんのことをマジで知らなかったっていうことで、もう確実に僕その、信用できるなと思いました。庵野春菜さん、今どこにいるの？庵野さん、またさ、一緒にゲーム対決しようよ。僕たちさ、ミスタースプラッシュ、対戦しましょうって約束してるよね。だけど、それももう叶わぬ夢になったよ。なんでかっていうと、庵野さんが、ミスタースプラッシュのゲームをヤフオクで10万円で売っちゃったから。もうなくなっちゃったじゃん。ソフトが。どうすんの？でもやろうよ。約束したよね。買い物して。世界に3つしかないソフトをさ。庵野さん。庵野さんお金ないの？今。だったら僕のところ来れば、5000円あげる。取りに来てくれれば。肉体関係とか僕求めてないから。普通に。何の得さにもなく、はい。あげる。庵野さんに。今まで夢ありがとう。それでね、この味変、味チェンジしてる味変って。ちょっとこう、チーズをかけることで。あー、美味しいよ、これ。完璧に美味しいよ、これ。もうこの色味がまず好きだわ、この。チーズをかけた瞬間の。めちゃめちゃ美味しいし、この、スパイシーなんだよね、ちょっとね。ちょっとこのスパイシーなのは何だろうな。その、ただ単にケチャップ一辺倒じゃないんだよね。ケチャッププラススパイシー。